一緒に、来てる方はお子様から目を離さないでいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてはい、今回この、ね祭りをする上での注意事項で皆様の呼びかけ、お知らせというのがあるので、この時間に紹介したいと思いますので、はい、綾野さんの方からよろしくお願いします。はい、平和の森球場内にですね、今ブルーシートが敷かれておりますけれども、敷かれてるね、はい、観覧席、はい、で出店業者もたくさんあってすごいいい匂いがするんですが、はい、すみませんが球場内には飲食の持ち込みは禁止という方でよろしくお願いします。このグラウンドの中でビル際にはちょっと飲食の持ち込みはご遠慮いただきたいということなんですね、はい、うん、なるほど、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、それ以外の呼びかけ、それ以外には何がありますかね、マセンさん。あやろ、はい、さっき言ったから裏ね。これ言えよ。球場内ですね、はい、禁煙となっておりまして、そうでございます。喫煙コーナーがいくつか設けられていると思いますので、はいはい、喫煙コーナーでの喫煙をよろしくお願いしたいと思います。喫煙コーナーでの喫煙や、はい、よろ大切だよ、皆さんよろしくお願いしますよ。皆さん盛り上がってますか。もう一回行こうね、もう一回行きましょうね。まあ急だったからもしかしたらね、できなかったかもしれませんね。それでは行きましょう。皆さん盛り上がってますか。あー素晴らしい、ありがとうございます。いいね、はい、盛り上がってますかというか、青年会の演舞を見てだんだんとちむわさわするっていうのが、そうですよ、もうまたこれはまたエーサーの醍醐味かもしれない、はい、なんかエーサーあるあるのお話しようか、はい、なんか綾野から逆にマスターに質問とか何でも答えるの、俺エーサーの話、じゃあなんかザーってじゃあマサヤさん、うん、私ちょっとできないんですけど、うん、指笛なんかできますか。指笛、はい、これあれでもね、例えば甲子園、今年は嘉手納高校が夏の甲子園出場したんですけども、やっぱり沖縄特有の応援の中で指笛でも、これってエーサーのね流れっていうのはすごいよっていうね、うん、沖縄あるあるで、まあ観光で沖縄にいらしてる方々に伝えたように沖縄あるある、いろんな沖縄あるあるがあるんですけども、まあ、全部が全部ではないんですけども、指笛でタクシーを止めるというんですね、あるあるがあるんですよ。そうなんですか。あ、分からんのやろ。分かんなかったです。本当だよ、例えばおーいって言っても声だけで届かないじゃない。なるほど。でも指笛でやれば届くわけということで、どうしたの、何かあったの。なるほど、ということでじゃあ、はい、綾野からよろしくお願いします、はい、その後に指笛話しようね。指笛 のとこはちょっと一旦置いといて、はい、お忘れ物のお知らせです、はい、忘れ物でございます。2階のトイレにてお忘れ物だそうなんですけれども、はい、これはケース、白と黒の模様のケースが入っております。中にはですね、タバコかな、うん、が入っております。はい、ね、ちょっといい、あれの、はい、これはちなみにスタッフ、女子トイレですか男子トイレですか。女子ですね、2階の女子トイレに忘れ物ということで、ポーチの中には、ごめんなさい、ちょっと確認します。ポーチの中にはタバコと Wi-Fi ですかね、携帯かな、入ってます、黒と白の模様があります、忘れたという方はこれはどちらに、本部まで、本部、1階本部に取りに来てください。はい、2階の女子トイレだそうでございますので、皆さんよろしくお願いいたします。やっぱりね、落とし物も、はい、あれだな、増えてね、あやろ、はい、忘れん坊だね、忘れん坊、うん、忘れん坊のサンタクロースでもないんだけど、はい、こういうにして忘れ物が多くなるので、忘れん坊ではないんだけど、子供一緒に来てる人たち、もう夜になるにつれてちょっとお子様から目を離さないでいただきたい。そうですね、はい、よろしくお願いしますよ。皆さん下の方も空いてます。下の方も観覧できますので、皆さんぜひ降りてきてみてください。よろしくお願いします。マサイさん、うん、ですね、はい、今回の
エイサー祭りで推しポイントになっているパンフレットもまだまだあるそうです。まだ残ってんの？まだ残ってるみたい。みんなもう、あ、そうなの？なくなったかなって、取りに行かなかったかもしれないですけれども。あいやな。じゃあパンフレットの紹介、じゃあ綾野から。はい、はい、今年のパンフレットは一味違いますよ。何ね、うん、なんと、うん、青年エイサーの出場してるエイサーの皆さんのプロフィールがですね、カラーで載ってます。色付き、色付き。毎年白黒掲載なんですけども、今年はカラーで掲載されているそうです、はい、しかもなんと無料、ただで配布しております。無料で配布しています。はい、これは本部にあるんで、ね、そうですね、本部の前のテントを設置してますので、はい、ね、本部テントはこの球場の真向かい真正面に設置しております。無料配布、ただし数に限りがございますので、ぜひ皆さん急げ、プログラムを持ってないという方は無料配布をしてます。ぜひ皆さんプログラムを見て大丈夫ですか？楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。綾野、はい、もう日も暮れてだいぶね、エーサーナイトにふさわしい時間になってきてると思う。提灯もつ、ね、ついてさ、はい、ごめん、さっきの話なんだけど、指笛だよね。あ、指笛、はい、指笛の途中でちょっと忘れ物が入ったので、はい、で、俺どこまで話してたって？指笛、うん、甲子園？指笛で、沖縄あるあるで指笛でタクシー止めるっていう、ね、話が。あ、覚えてる？はい、覚えてます。はい、ということで、まあごく一部なんですけども、そういう指笛というものは沖縄に伝わる、まあ本当にいろんな分野で活用されるものでございます。皆さん、参考にしてください。何の参考かわからないですけども、ぜひ指笛で今日の会場も盛り上げていただければと思います。指笛できる人はね、本当にそういう感じでやっていただきたいなと思いますよ。いろんな指笛があるけどね、指笛なのに指使わないでやる人、それは口笛じゃないんですか？違う違う、あの、よ、もうプロフェッショナルはよ、もうレジェンドと言われる人たちはよ、指使わん。まさか口笛とは違う、あれは、初めて知りました。あれな、音お互いしか出てないんだ。あのものはよ、全然違うんだけどすごいですね。はい、そういう感じで、皆様にエイサーをご覧になっていただいておりますけども、お時間が参りましたので、続いての青年会、皆さんにご覧になっていただきます。今までは読谷村の各自治会、青年会の皆様の演舞をご覧になっていただいておりましたけども、続いて皆様にご覧になっていただきます青年会は、ゲスト出演でお隣嘉手納町から来ております、嘉手納南区青年会の皆様ということで、その演舞の前にプロフィールをご紹介いたします。はい、嘉手納町南区青年会は空手の型をもとにし、大太鼓、小太鼓のダイナミックな動きを特徴としたエイサーになっています。今年はエイサーはもとより地域の行事に積極的に参加し、また新宿エイサー祭りにも参加し、多くのイベントを通して活気のある活動を行っています。嘉手納のエイサーを男から女まで息の合った迫力のある演舞で皆様にお届けしようと思います。エイサー好きなメンバーが南区あちちで叩いておりますので、どうぞ温かい拍手とご声援をよろしくお願いしますということでいただいております。すごい嘉手納のね、また、風をここで、まあ、甲子園のね、まあ、用意もありますから ねエイサーのそのまた演舞で読谷の皆様、そして読谷村外の皆様に彼らの、そして、彼女らの熱い演舞をご覧になっていただきたいと思います。嘉手納南区青年会の皆さん、準備はよろしいですか？え？よろしいですか？ OK です。それではご覧になっていただきましょう。嘉手納南区青年会の皆様です、どうぞ。
しみのチョラサや人魚の空はい
Yeah.
さあさあさあ、いやさあ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 、いたどりまちょみかじまやにまちょみよいやねまじやかじまややさましやあらあいやせんそろよいやかいやさあさあさあ、いやさあさあさあ、いやさあさあ、皆様にご覧になっていただいた青年会、お隣嘉手納町から、嘉手納南区青年会の皆様でした。皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。会長、大戸会長、大戸会長、大戸会長、時間があったらちょっとコメントいただきたいな。嘉手納の南区、ちょっとね、これはPR すべきでしょう。はい、ということで、今ご覧になっていただきましたのは、読谷村のお隣嘉手納町より嘉手納南区青年会ということで、皆様にご覧になっていただきました、会長の大戸さんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。こんばんは。すごいね。皆さんどうでしたか、嘉手納の踊り。ありがとうございます。
すごいっすね。あ、みんな、はい、頑張っているメンバーで。なんだろう、女性の皆さんも衣装をちゃんと合わせて、はい、まあまあその中でこの踊りもバッチ合わせっていう、こんだけの人数を声にしてまとめるという大、ね、会長側として大変じゃないですか。あ、でもそうですね、大太鼓と、うん、みんな小太鼓メンバー、女の子メンバーみんなで一丸となって青年会一つでやってるんで、すごいですね、はい、主に、まあ、公民館で、その盆、ね、の時にやるんですよね。嘉手納地域で、嘉手納の地域でやるんですよね。はい、そうですね。実は嘉手納町以外にもね、そういう風にして遠征で行かれるということで。ああ、はい、ね、ちなみにどこでエーサーを演舞されたんですか。今年は、うん、沖縄市のアグリナーゾとエーサー祭りに出演しまして、ほう、で、7月の末に東京の新宿エーサー祭りに、東京、はい、沖縄県から行かせていただきました。あ、沖縄県代表で、はい、新宿、ね、はい、新宿エーサー祭りに参加させていただきました。ちなみに会員は今どれぐらいですか、人数は。現役は40名ぐらいですかね。40、はい、そうなんですね。地方の人たちももともとはじゃあそうですね、はい、エーサーをしてて、ね、地方の皆さんと、またこのチョンダラの皆さん、旗持ちの皆さん、そうですね。あ、そうなんだ。これもちろん嘉手納の皆さんで構成されてる青年会とは思うんですけども、はい、練習というのはいつぐらいから始めるんですか。来年でしたら6月の前半ぐらいから始めまして、9本祭り、9本までやって。なるほど、ね、そうですね。また他のイベントとかがあったら練習をちょくちょく増やしたりして、あ、回数を増やしていってるって感じですね、はい、素晴らしい。そんな友情出演どうでした。今回読谷村のこの祭りに出ての感想は。すいません、初めて読谷村のエーサー祭りに参加していただいたんですが、うん、本当にとても気持ちよく踊れてとても光栄でした。ありがとうございます。ありがとうございます、お隣嘉手納町よりゲスト出演、嘉手納南区青年会の皆様でした。会長大藤さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。すごいな、やの。すごいですね。新宿ですって。終わった後のさ、この感想も声援さ、みんなの拍手、はい、これがもうね、なんだろう、すごい、もう一体化、うん、感じるよね、はい、大丈夫かよ、はい、なんか魅了されてる、もう圧倒されてる、もう圧倒されてますよ。素晴らしかったですからね。あとさ、はい、女の人たち、まあ、どの青年会もそうなんだけど、はい、男性はダイナミックの中に女性のこのしなやかさ、そうですね、うん、もう勝ち足の手もぴったりあってね、素晴らしかったです。さっきのこの嘉手納のその勝ち足の仕方っていうのは、なんか一旦地方の方に来て、そこからまたね、勝ち足でみんなを盛り上げるっていう感じで、うん、これがエーサーのあれなんだよ ね、見どころ、醍醐味なんだよね。もうこの体験移動がまた3階のお客さんたちは楽しかったんじゃないですかね、きっと。まあそうだね、3階、2階、1階というふうに観覧席が設けられている中で、この皆様がいるこの席から見る、ね、このポイント、目線というのもすごい、ね、ポジション的に違う部分に見れるので、これがまた面白いかもしれないですね。そうですね、うん、ちょっとね、下の方、グランドの方、ね、あのブルーシート敷いてある場所も皆さん観覧席で設けてます。一塁側は全然空いてますね。あ、本当だ、三塁側は結構人気なんですね、うん。一塁側、あのブルーシートを敷かれている部分はあの観覧席となってますので、皆さん降りて見ることもできますので、ぜひ、下で、ね、もっと間近で見ることができますので、この青年エーサー祭り楽しんでいただきたいと思います。あの、はい、日が落ちました。本当ですね、うん、もうこれからクライマックスに向けてテンションもマックスになっていきますね。3時からスタートしておりますけども、早いもので残り3団体となってます。あっという間だよね。あっという間ですね。3団体の青年会のエーサーを見てフィナーレの花火ということになるんですけども、綾野、はい、恒例の行きましょう。盛り上がってますかは綾野から。じゃあちょっと、もう多分もうバーって来ると思うよ。本当ですか。大丈夫ですかね。大丈夫。男が言うより女が言った方がいい。じゃあ皆さん聞きますよ。聞きますよってね。皆さんいいですか。準備いいですか。はい、はい、会場の皆さん盛り上がってますか。盛り上がってますか。盛り上がって、すごい読谷村4万人超えの4万人の観衆ね、
虫に声援が聞こえた。4万人の歌手の声援、声援ちょっとまだ私には届いてないです。読谷村外観光客、外国の方々の声援が今聞こえたんだけど、はい、もう一度言いましょう。皆さん盛り上がってますか？素晴らしい、さすがですね。もうスタンバイしてるウーザーの皆さんはうずうずしてるかもしれないですね。本当ですね、早く踊りたいよって。本当に今日は天気予報ではね、雷、夕方雷注意報出てたんですけども、そんな雨もなく雷もなくスムーズに運営ができております。本日、8月21日日曜日第33回目を迎えます読谷村青年エーサー祭り。本当に多くの皆様がご来場いただき誠にありがとうございます。さあ残り3団体となっておりますけども、続いて皆様にご覧になっていただきますのは宇佐青年会の皆様でございます。演舞をご覧になる前に宇佐青年会のプロフィールを皆様にご紹介いたします。はい、私たち宇佐青年会はスピードとパワーをモットーにしたダイナミックなエーサーです。太鼓とお囃子、男踊り、女踊りの華やかさと強弱のあるエーサーが持ち味です。注目すべきは強靭な足腰を生かした屈伸運動です。屈伸と情熱のあふれるエイサーをご期待くださいということでいただいております。屈伸、会長が来てないと、まあまあまあ、じゃあそっか、会長じゃあまた後から呼びましょうね。はい、ということで宇佐青年会の皆さん準備はよろしいですか？おお、なんか電気がないな。会場をあなたたちが一体化させるんだよ。宇佐青年会の皆さん準備はよろしいですか？素晴らしい。じゃあ地方の皆さんよろしくお願いします。それではご覧になっていただきましょう。宇佐青年会の皆様です、どうぞ。
Oh.
Thank you.
Bye.
さあ皆様にご覧になっていただいたのはスピードとパワーをモットーにしたダイナミックなエーサーを演舞してもらった宇佐青年会の皆様でした。皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。すごいね、宇佐はよ、あのまた衣装がさ独特 で、ね、白に、まあ、身をまとった男性の衣装というのがすごい特徴なのね。シンプルだけどやっぱり目立ちますよね。そう、かっこいいです。でそんな中で屈伸をするっていうねまあそれが特徴とした宇佐青年会の踊りを皆様にご覧になっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、はい、ね、やっぱりちょっと注意の呼び方をしてもやっぱり出てくるのが迷子ね。あれ子供がいないと思ってる、ね、親御さんいると思いますけども、迷子のお知らせです。すずちゃん、かわいい女の子3歳のすずちゃん、迷子になっているということで、バンビっていうのはね、バンビの、ね、犬って言ってましたけど、うん、犬を引いてる、バンビのおもちゃを引いてるすずちゃん3歳、ピンクの洋服です。プリキュアのお洋服と靴を履いていましたかね、うん、履いております。ね、かわいい3歳の女の子すずちゃんが迷子となっております。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、もしくはね、すずちゃん、あ、知ってるよという方は本部席は、この平和の森球場の入り口向かい1階にございます。本部席、そちらの方で、はい、すずちゃんを保護していただきたいと思いますよ。今はちょっとこちらのテントにおりますけれども、はい、あと本部席の方に、連れて行きたいなと思っていますので、はい、ピンクい T シャツを着てる、はい、はい、すずちゃんでございます。かわいい、とってもかわいい3歳の女の子、皆さん、すずちゃん、ね、知ってるよという方いたらぜひ本部席の方によろしくお願いいたします。ということで、さあ綾乃さん、はい、もうね、時間が経つにつれて見てこのお客さん、すごいですね。すごいよね、はい、もうほぼ満席じゃね。まだまだいけます。まだまだいけるんだ。まだまだいけます。まだまだいけるけど、あと2団体で終わりという、はい、ただ今からちょっと盛り上がるね、もっと盛り上がることだと思いますけども、皆さんぜひあの前の方の席、ブルーシートを敷かれている一塁側の席、まだゆとりがございますので、そちらの方でも観覧できますので、あの降りてぜひ間近で見ていただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。素晴らしい、もう整列も整っておりますね、あのさん、はい、はい、ということで、じゃあ早速いきましょうね。続いて皆様にご覧になっていただきます青年会は高志保青年会の皆様です。演舞の前にプロフィールのご紹介です。
高潮エイサーはゆったりとした優雅な演舞から始まり、最後の等身同意の際、締め太鼓を頭の上まで上げ、その太鼓を連続で切り上げる県内エイサーでも珍しくダイナミックな演舞です。この太鼓を連続で蹴り上げる動きは高潮の伝統芸能である馬めから取り入れたものです。また高潮エイサーには高潮アンゴアという曲で男女が向かい合って踊るものもあり、男女ともに兵士が多く迫力のあるエイサーです。高潮エイサーの動きと芸能の動きとの融合は飛躍的かつ優雅さを持っており、観客を引きつけ虜にするほどの魅力がある演舞です。素晴らしい。高潮のね、もうエイサーも特徴がある中で、高潮青年会の会長千葉な亮さんより皆様に PR コメントがございます。亮さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。お待たせしました、高潮青年会でございます。今回ですね、高潮青年会はですね、総勢55名で孫園さんに臨んでおります。そうですね、やっぱり高潮のエイサーといえば最後のですね、等身同意がやっぱり有名ですので、これは県内どこに出ても負けない自信があります。はい、それでですね、自分たち来週もですね、沖縄市の全島エイサー祭りの2日目にですね、出演も決定しております。そちらの方も応援よろしくお願いします。はい、じゃあ高潮青年会盛り上がってますか。素晴らしい、いいですね。高潮の皆さん盛り上がってるということで、ぜひこの会場に来てる皆さんと一緒に一体化となって盛り上がって盛り上げていただきたいと思います。高潮青年会の皆さん、準備はよろしいですか。さあ、ご覧になっていただきます、高潮青年会の皆さんです。どうぞ。
さん前ならうしやゆいやね若さ町村ぬさしなばぬたんあいやせんするゆいやなSuri Sasa
クラサハイヤ。
ルジュラサヌシヌギガチョンデアシニタイヤアシニガイサジマリウチェガタタヌイニグチニタキティウチェササシュバランサムドイルスガリャZash
しいたかくさかむちいちゅうさあいやせんするゆいやいやさささささ皆さんにご覧になっていただいたのは高志保青年会の皆様でした。皆さん大きな拍手をお送りください。すごいやすごいですね。やっぱり高志保のエースは何回見てもあの足の上がり方はすごいですね。高志保のこの伝統芸の馬目を取り入れたというのが、はい、高志保、青年会エーサーの等身同様の特徴ということで、うん、あんだけ足を上げるというのはねもうまたええ、すごいですね。いや30やあの、はい、20過ぎたら足上がらんのでもあのちっちゃい子供が一生懸命あの足上げて踊ってる姿、そうそうそう、すごかったですね。今年のさ、去年の、あ、去年じゃない、ごめんなさい、失礼しました。先週の高志保大通りエイサー天国では、はい、高志保子ども会の皆さんが今年初めて高志保青年会のエーサーを取り入れて、まあ、踊ったという、青年会と同じエーサーをしたという。あ、でその中 で、 そで、ね、この等身大、子供たちが足上げるわけさ、うん、まあ、それは届かんけど、でもこの子たちもゆくゆくはこの高志保の青年会の皆さんと同じような、ね、動きをする。高志保青年会はもう安泰ですね。まあね、まあでもそういうふうにして考えると、いろんな自治会、この青年会がある中で伝統文化、ね、そういうふうにして受け継がれてきてるっていうのはすごい、もう一団体一団体見てたらすごい感じられない、うん、本当ですね。すごい伝統が何年、何十年もここまで受け継がれてきてるっていうことは本当にすごいことですね。そうだよね、うん、まあ、そんな中で皆さんにご覧になっていただいた、まあ、青年会、これで11団体ご覧になっていただきましたけども、なんと続いての青年会でラストとなります。早い早いや早いです。午後3時から祭りをスタートしておりますけども、早いもので続いての、青年会の皆様の演舞でラストとなります。ただ、ラストとなるんだけど、やっぱりこの祭りの締めを飾るのはみんなで勝ち足というのがね、毎年恒例なので、最後はこの次の青年会の皆さんが終わった後の勝ち足は会場全体で勝ち足をしていただきたいというふうに思います。はい、あの大丈夫？はい、大丈夫です周りにせっかくだから、もう皆さんも一塁側のスタンドにいる皆さんもぜひぜひ下降りてきていただきたいですね。はい、大丈夫かお前。はい。あの
まあ日も暮れて涼しい風が吹いておりますけども、読谷村、雑木見平和の森球場でございますけども、それでも熱中症というのがございますので、皆さんまあ、アルコールを飲まれている方はアルコールだけではなくて水分そして塩分を、まあ、補給しながら、まあ、ラストのこの演舞をする青年会の皆さん一緒に盛り上がっていただきたいと思います。で、出店ブースもまだギリギリかな、ご購入できるかな、はい、ね、まだ大丈夫だと思います。大丈夫で、ちょっと皆さんにご協力の願いがあるので、本部の方でちょっと募金活動をしておりますので、その募金活動についてのちょっと詳細を綾野の方からしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、沖縄県出身のひまりちゃんという1歳の女の子がですね、はい、ひまり、心臓が悪くて、ね、はい、渡米して心臓移植をしに行くということなんですけれども、はい、そのやっぱり莫大なお金がかかりますので、皆さんから少しだけでも気持ち、お気持ちの分だけ協力をよろしくお願いします、はい、ということで、はい、募金活動を今、よろしくお願いします、はい、で本部の前で募金活動は、はい、この平和の森球場の入り口、この1階の入り口の方に本部テントを設けておりますので、そちらで T シャツをご購入の皆様、この T シャツの1000円がこのひまりちゃんの募金になるんだよね、はい、全額寄付ということで、はい、皆さんぜひご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、時刻は8時14分になっております。プログラムも本当に順調に進んでいる、さあ今年の青年エーサー祭りでございますけれども、はい、本日トリを務めていただきますひな青年会の皆さん、演舞をご覧になる前にプロフィールをご紹介いたします。はい、今年は例年にも増して新しいメンバーが来てくれました。締め太鼓を大きく回し足を交差させるあやぐが見どころです。またお盆の豊年祭りで踊るエイサーは最高の盛り上がりを見せます。飛び入りエイサーへのご参加よろしくお願いしますということでいただいております。はい、ひな青年会の、会長さんを今舞台の前にね、舞台の下の方に呼んでおりますけれども、それでは締めを、ね、トリを務めるひな青年会会長の金城総一郎さんよりご来場の皆様に挨拶がございます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、ひな青年会会長の金城総一郎と申します。僕はちょっと挨拶が苦手な方ですので、エイサーで、今年のひな青年会が一味違うというところを見ていただきたいと思っております。元気だけは、どこの青年会にも負けないと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ金城君、進化に違う一声かけようよ、ラストだもん。いつもの、はい、ひな青年会いきます。なんかお前いやさあさあみたいなのないのか、 いつもこんなのOK ね。いやまあでもね、喋りでできない分、はい、演舞で皆さんに披露していくという金城くんの、会長の金城くんのコメントでございました、はい、皆さんも一緒に盛り上がっていただきたいと思います。それではひな進化準備はよろしいですか。OK です。地方の皆さんよろしいですか。さあ本日トリを務めますこの青年会、ひな青年会の皆様です。どうぞ。Thank you.
父は父だ。
Thank you.
Thank you.
さあ皆さんにご覧になっていただいた、今年の青年エイサー祭りのトリを務めましたキラ青年会の皆さんです。皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。すごいやっぱねこのキナのね等身同意、まあ、綾具もそうなんだけどキナの特徴としては太鼓をくるくるくるって回すのが特徴なんだよ。本当にすごいくる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 してて綺麗でした。あれ手自由自在に動かせる、これがチナの、まあ、特有の、まあ、太鼓の締め太鼓の踊りなんだけ ど、それ以外でもねいろんなあのそのモーヤ、モーヤの人たちというのはそのソベと、まあ、似たような感じなんだけど空手の型を取り入れたっていう感じでやってるっていうのが特徴であるわけで、そんな、ね、キラ青年会の演舞を皆様にご覧になっていただきました。さあ午後3時から第33回読谷村青年エイサー祭りを開催してきましたけども鳥が終わりました。皆さんいかがですか、楽しんでますか。すごいお客さんももうすごいたくさん、ね、本当にありがたいですね、一体化となっておりますけども、はいはい、さあそんな皆様と最後に盛り上がってフィナーレをしていきたいと思いますので、はいね、もう毎年恒例のこのイベントの勝ち足をですねご来場の皆様と一緒に踊っていきたいと思います。皆さん勝ち足の用意は会場の皆さんですよ。会場の皆さん勝ち足の用意は OK ですか。
各青年会の皆さんも勝ち足の用意は OK ですか？ああ素晴らしいですね。これがあれなんだよね、自治会で違っても何だろう、繋がってるというね、うん、読谷村のまたね、ゆいまるだよね。ゆいまるですね。そこのところはね、はい、みんな一緒になってるなという感じがします。はい、さあ会場の皆さん、最後になります。皆さんと一体化となって踊っていただきます。カチャーシーということでございますけども、ひな青年会の自治会のね、地方の方から呼びかけをお願いしてスタートしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、第33回読谷村エイサー祭り最後の盛り上げとなりました。皆さんで一緒に等身同意で楽しんどーい、ガチャーシー。さあ皆さん、第33回読谷村青年エイサー祭り最終を飾ります。皆さんと一緒にカチャーシー踊ってください、盛り上がってください、はっちゃけちゃってください、カチャーシーです。
ありがとうございます。いや最高でしたね。素晴らしい。もう皆さんまだ帰りたくない、まだ踊り足りないみたいな。素晴らしい。やっぱりこのカチャーシーというのは本当にもう最後にふさわしい、沖縄のこの青年会では絶対に必要な演舞だ。本当ですね。はい。で本当にもうこのなんだろう、各自治会の青年会の皆さんが披露した演舞、もちろんその伝統文化というのは各自治会青年会違うのこのカチャーシーで一体化となっている読谷村というのはすごい熱いなというふうに感じたわけでございます。もう皆さんの顔がやりきりましたって感じの顔がすごいね。すごいですね。もうお疲れ様です。なんかさ、なんだろう、自分たちの踊りと違うそのね、各自治会の青年会の皆さんと一緒にカチャーシーをする、でこの青年会の皆さんと一緒にこの会場の皆さんも踊っていただいてるっていう、そういう部分ではすごい、もうなんだろう、毎年恒例なハイチーズ、毎年恒例なね楽しみの一つ、ね、これを目的に来る人たちも多いんじゃないかなって思うよ。もう参加できるっていうのはすごく嬉しいことですね。そうだよね、はい、しかも入場無料さん、はい、入場無料でこんだけ楽しめて、沖縄の夏はまだまだ終わる。今日甲子園終わったさ。あ、そうですね。作新が勝ったんだけどさ、なんかな、夏の終わりってなんか甲子園って感じ、まあ私はねそんな感じがする中で、まだまだ夏は終わらないなと思わせるのがこのエーサー沖縄はね、はい、特にそういうふうに思いますけども、はい、皆さんもぜひね、読谷村青年エーサー祭り来年も34回目、今年は33回目なんですけども、来年再来年と続いていく中でね、もっとパワーを秘めた青年たちの踊りを来年も再来年もご覧になっていただきたいと思います、はい、さあお送りしてきました第33回読谷村青年エーサー祭り、すべてのプログラムが終わったわけでございますけれども、早かったですね。あのどうでした？なんかこんなに間近で久しぶりにエーサーを見てすごく楽しかったですし、燃えるやん、はい、もうお客さんと一緒になって楽しめたかなと思ってます。ちなみに俺もティナの青年会でボイルして10年以上やってる中でやっぱりチームワーサーさんすごい、うん、うちなんちですね地元だからこそ、沖縄だからこそこういうふうにして感じられる。で今日ご来場の皆さん、村内村外、そして県外の皆さん、外国の皆さんも楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。そして皆さん、フィナーレはカチャーシーの後にまだまだございます。花火打ち上げられますよ。やっぱり祭りの最後は花火ですね。そう、花火、はい、これで本当のこの祭りの締めということで皆様に、お送りしていきますけども、ちょっと注意、花火を打つ前にちょっと注意事項がございます。ですね、このグラウンドのナイターの照明ですね、ナイターの照明、ナイターと照明は一緒だよね、はい、私ですよね、はいはい、照明をいくつか落とすと思います。その際、若干暗くなります。その時にですね、皆さん、足元にご注意いただきたいということと、あとあのお子様をお連れの方はぜひ目を離さないでいただきたい、それの注意をちょっとお願いしたいと思います。よろしくお願いします。さあ時刻は8時49分になろうとしております。じゃあ皆さんと一緒にカウントダウンをして花火を打ち上げていこうと思いますので、よろしいでしょうか。15秒からいきましょうね。10秒からいくんじゃなくて15秒からいきましょうね。よろしいでしょうか。皆さん一緒に、皆さんのカウントで打ち上げられるということなので、ぜひ皆さん一緒にカウントをよろしくお願いします。ぜひ大きな声でカウントしていただきたいと思います。そう、はい、15秒からいこうね。いきます。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、花火です。さあ今回、この第33回
読谷村青年エイサー祭り、読谷村の青年団調理団の皆様の、本当になんだろう、すごい努力があった、そういう中で今回 FM 読谷も UTV 配信をしております。そんな青年団調理団の皆様のコメントも一緒にご紹介していきますので、皆様、目は花火、耳は、こちらの方に、傾けていただきたいと思います。綾野さん、よろしくお願いします。はい、第33回読谷村青年エーサー祭りは今回で2年ぶりに UTV でインターネット配信をしています。私たちが青年会最後の年だった2年前の読谷村青年エーサー祭りが初めて UTV でインターネット配信されており、今でもその祭りの様子を見ることができます。青年会最後の年は楽しみながらも時に不安で眠れない夜もありました。現青年会の皆さんもきっとそうだと思います。でもこのお祭りが大成功に終わり、同じ苦しみを共有した仲間の姿を UTV でまた振り返ることができるというのは、今の青年会の皆さんも、そして次の世代にも大きな影響を与えると思います。第33回読谷村青年エイサー祭りが大成功で終了したのは、そんな FM 読谷様をはじめ村内外の企業の皆様、そして各種団体の皆様にご協力いただいたおかげです。読谷村青年団協議会一同、本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。お送りしてきました第33回読谷村青年エーサー祭り、すべてのプログラムが終了いたしました。ご来場の皆さん、本当に長時間ありがとうございました。ありがとうございました。先ほど、綾野さんの方からコメントもあったんですけども、この様子ね、今日のエーサー祭りの様子は FM 読谷のホームページから、再度見ることができます。FM 読谷のホームページを検索していただいて、第33回読谷村青年エイサー祭りのバナーをクリックしていただくと、今日のこのエイサー祭りが見れるということなので、その思いをね、綾野さんにまだまだいただきました。皆さん余韻が残っていると思いますので、お家に帰ってからもエイサー祭り見てほしいなと思います、はい、そう、これ後日残って見れるというのは、例えばそのね、村外にで県外にいる人たちにも、まあ、PR ができるというものになるので、皆さんぜひ FM 読谷、はい、探して第33回読谷村青年エーサー祭りとのバナーをクリックしていただきたいと思います。これで全ての終了ということなんですけども、かな、まあ、9時半ぐらいまでは照明はたかれると思いますけども、それ以降は照明が落とされて暗くなります。お子様をお連れの、親御さんはお子様の手を離さず、ぜひ、安全な、ね、道を通って帰っていただきたいと思います。そしてお車をお持ちの方はもちろん飲んだら乗るな、運転代行を使って帰っていただきたいと思いますよ。綾野さん、今回、エサ祭りをするにあたって、まあ、競技団の進行してどうでした？もうこの花火を見て疲れが吹っ飛びました。今からまたみんなで打ち上げしながら思いをたくさん語っていきたいなと思います。本当にいろんな思いがある中で、今回の33回目のエーサー祭りを無事終えることができました。本当にこのご来場の皆様と、そして参加した青年会、そして裏方の皆さんと共に一つになって作り上げた一つのイベントだと思っております。
皆さんまた来年も34回目ということで読谷村青年エイサー祭り開催いたしますので、来年またこの会場でお会いしたいと思います。今まで進行を務めてまいりましたのは FM 読谷比嘉雅也、そして読谷村青年団協議会比嘉彩菜がお送りしました。ありがとうございます。さようなら。あれ、さようなら。さようなら。海の彼方へ夢運ぶ、このふるさとから旅立ってゆく、満たせる心包んできた、時はいつでも流れてる、人も景色も変わるけど、愛する想いだけは忘れずに、打ち勝つ心を持ち続けて、見せたよ三振片手に引き鳴らし、平和求めて読谷村青年団協議会の皆さんは、櫓の前に集まってください。片付けの準備をします。青年会の片付けを、手伝ってくれるメンバーも櫓の前にお願いします。高めて輝く明日へ。